稽古に参加されて、まあ、産地の方をやるときによく聞かれるんですが、聞かれることには呼吸はしないんですかって聞かれるんですけども、最初の頃は呼吸は全くやらないんですね。というのがですね、呼吸は非常にこう難しくてですね、体がある程度まとまるまでは呼吸をやるとですね、かえって体がバラバラになってしまう。で、普通、武術的な呼吸というのは、吸ったり吐いたりするような呼吸とは違ってまして、まあ、四肢の呼吸、まあ、手足から吸う呼吸ですよね。足の裏から吸う、この手のひらから吸う、頭のここから吸う、そういう呼吸法になってきますので、通常のその呼吸の吸ったり吐いたりするということではなくて、この中を通っていくという感覚がいるわけなんですね。で、ほとんどの人はですね、最初はですね、口で吸う呼吸っていうのはまあ分かると思うんですけども、この手で吸う呼吸とか、まあ、促進呼吸とか、足の裏で吸う呼吸とかですね、額で吸う呼吸とか、あるいは耳で吸う呼吸とか、まあ、そういう呼吸というのは、最初はっていうか、まあ、ほとんど分からないんですね。なぜかっていうと、体が、まとまってないから、その呼吸、体のそういう呼吸の、武術的な呼吸をやるための、通路がないんですね。なので、呼吸はまずはやらないんですね。で、もちろん吸ったり吐いたりするっていうのは、まあ、自然にやるだけなんですけども、体がまとまってでき始めましたら、この吸ったり吐いたりするっていうのは、この中を通っていく感覚の呼吸に合わせていくということになります。ですので、まずは体をまとめていくというのがしばらくかかるんですね。で、それが出来上がったらですね、この身体の呼吸、まあ四肢の呼吸といいますか、体の末端から、入ってくる呼吸、その、感覚ができ始めてからですね。ではそれはいつ頃分かってくるかというと、この呼吸ができる感覚が生まれるのがですね、いつかというと腹感覚なんですね。身体がまとまりだしたらですね、腹の感覚というのが分かりだすんですね。どういうことかというと、普通はもう上半身と下半身って切れてる状態なんですけど、それをまあ、螺旋的にですね、体を肩稽古でつないでいくわけです。そして、特に下半身がしっかりと上半身につながったっていう感覚はどこでわかるかというと、頭ではわからないんですね。頭ではもうまずわからないです。感覚はどこに生じるかというと、この腹のこの感覚で生じる。まあ、蛤蟆っていう沖縄言葉があります。この腹周りの感覚になるんです。そこが結果として、つながり感を感じさせてくれるんですね。で、ここでちょっと肝心な点がありましてですね、そのじゃ腹周りからといって、じゃ腹周りを鍛えるということでは決してないんです。お腹周りを鍛えるとかですね、そういうことをすることではないんですね。この逆に言えばお腹周りを鍛えてしまうとですね、最後の呼吸がそこで詰まって通らなくなるので、お腹周りは鍛えることなんかはしないですね。末端から入ってくる型の構造でつないでいくこと、その結果として腹が出来上がってくるということになります。で、もちろんその腹ができた腹感覚というものが出来上がればですね、まずは帯を締めて稽古ができると。腹感覚ができる前までは帯を締めてもこう全く意味がない。まあ、意味がないことはないんですけど、まあ、胴着を締めるぐらいで、まあ、胴着の稽古でなくてもいいんですけど、腹感覚ができたら胴着で稽古をし始めると非常に効果があります。そうなってくると、この襟元も乱れなくなりますし、腹感覚ができたらですね、腹感覚ができなければ、胴着を着たらこれはバラバラになるんですね。この胴着が乱れてしまいます。腹感覚がしっかりでき始めたら、帯をきちんと締めるとですね、余計、その帯の感覚が腹感覚をですね、より一層明確にしてくれるので、その状態で肩稽古をしていく。で、まあ、私たちがやってる、稽古法の中にはですね、筋トレがまず全然ないんですね。筋トレもないし、ストレッチもないんですね。その代わり、3つのことが大事になってて、それは何かというと、まず、あくびがやれるかどうか、きちんとやれるかどうか。それから寝返りですね。そして、背伸びなんです。この3つが結構大事にしています。ところがですね、この3つがもうほとんどできない人もいます。今はですね。あくびも、もう
この口の手前ぐらいであくびしますから、奥の方でできないし、寝返りもですね、足で、蹴って回ってしまいます。特にですね、背伸びはもうほとんどの人が多分、まず、もう今の時代はできない。ただ、伸ばすだけで。背伸びというのは、いわゆる身体の呼吸のようなものですよね。から足の裏から入ってくるものがですね、ずっと体の中を通っていく感覚があるんです。それはもう幼い頃にはあるんですよね。乳幼児の頃にはみんな持ってるんですけど、それがもう消えていく。だから背伸びが多分今、なんかもう普通の方法で伸ばすのは誰でもできますけど、本来のその、体の中に通り道ですね。何かが通っていく。それが体全体に広がっていく感覚というのはなくなってますので、それは体がバラバラになったんですね。ですから、その体をですね、まずまとめていくということなんです。体をまとめる、肩の構造でまとめることによって、その身体の呼吸の通り道ができ始めますので、そうすると感覚として初めて、武術的な呼吸がどういうものかというのがわかります。武術的な呼吸をどんなに頭で考えてもですね、それはもう、まずは難しいと思う。感覚がないからですね。で、じゃあ一体何が通るのかっていうことがあるんです。それは僕も、それはこれだとは言えないんですけども、よくそれは気ですかって言われる人もいるんです。気という言葉が少し手垢がいろいろついてて、いろんな意味合いにこう解釈されるので、まあそういうものとはもう別のもの。として考えておく方が、もう来たとこう言ってしまうとですね、もうそれで何かですね、もう何もこう考えられなくなりますから、それはもうあまり考えない。気を体に取り込めるとかね、そういうことはもう一切考えないで、肩稽古をやっていきますと、その感覚が生じるんです。問題はですね、気とかプラナとかいろんな概念はいっぱいあるんですけど、それはもう頭で、分かってる。それを実際の体の感覚の中で生じさせることが大事なので、それは何が入ってくるかっていうのは分からない。そのまとまっていくという感覚があるわけです。で、そういう体の人に投げられると同じようにスッとまとまっていって崩れていくんです。ですから、投げられてもですね、怪我をしないんです。キュッとまとまって、倒れます。ちょうどその赤ちゃんが転がっても、名門が開いて体が一つにまとまって転がるから赤ちゃんは怪我しないんですね。バラバラになってる人はもうすぐ倒れたら、怪我しますけども、体が一つにまとまった人が投げるとですね、痛みがほとんどないんですね。そういう身体の呼吸の通り道ができているからなんです。で、そうなるとですね、投げられても、こう、なぜ投げられたかがわからないような感じで投げるんです。その精度がだんだん上がってきますと、もう手も自由になってきますので、手をこう振るだけで倒れるし、あるいは、けさ固めなんかも非常に外すのは難しいんですけども、それができるようになったりもします。今ちょうど動画でやっているような感じです。もちろん相手の体重がですね、相当自分の体重の倍とかですね、50キロぐらいも重かったらなかなか難しいんでしょうけど、まあ自分と同じぐらい、少し体重が上ぐらいであれば、ある程度の肩稽古が進んで、肚感覚が出来上がって、帯を締めてもいいようになったんですね。そして、その通り道を感覚的に捉えられるようになりますと、あのような、袈裟固めもできますし、まあ、それは、必ずしもですね、袈裟固めを外せばいいというわけではなく、どちらかというと、生産がありますよね。生産という忖度なものしでしっかりされがて、本格的にできるようになります。生産というのはもう身体操作でもいろいろ技があるんですけども、その外し技とか本格的になってきますと、深い部分で、技をかけられるようになりますので、外し技とかはまさにそういうものです。で、その生産の外し技ができますと、その生産で行っている肚感覚で行う時の、手の感覚でやれば、棒も同じように簡単に相手が倒れる。よく肚感覚がないとですね、手が暴れてしまうんですね。よく相手の手が、よく棒を持ってですね、相手を崩すときに、相手がこういうふうにこう、手が大きく振られてですね、バランスが崩されて倒されるシーンがあると思うんですけど、肚感覚が
あればですね、相手はですね、そのままの状態で倒れます。ほとんど動かない状態で、パタッ